オオカミオオロボはアメリカ合衆国の博物学者アーネスト・トンプソン・シートンによる実体験に基づく創作物語。日本ではシートン動物機の一つとして知られる。現代はロボ。放題は翻訳書によって異なり、現代をそのまま翻訳したロボカランポーの王、ロボ王、オオカミオオロボなどと一定していない。子供向け書籍や テレビアニメなどに採用されている例が多いことから、本校では狼オ,オ,オーロボとして解説する。著者であるシートンはもともと博物学者志望だったが、諸事情により画家を志すようになり、イギリスに留学後、その傍らで博物学を学び、特に野生動物の生態に強い関心を寄せていた。後年カナダに帰国したシートンは、画家として活動を始めるが、 評価はかんばしいものではなく、1892年頃に、博物学者に転校。そして1893年、アメリカで牧場を営んでいる、実業家からシートンへ、牧場の牛が狼に襲われて困っている。助けてほしいという胸の内容が記された手紙が届く。この知らせを受けたシートンは、ニューメキシコ州のカランポーへ向かい、現地で、 次々と家畜を襲っていた狼の群れを追う。その群れを束ねる古狼、ロボをめぐる逸話をもとに創作したのが、本作品、狼王ロボである。なお、シートン本人によると、何等かの実在した狼の冒険をロボに代表させて描いている。ただしロボの捕獲と死に関する最終章は、正確な事実、としている。本作品が記された19世紀末頃のアメリカで、 狼は害獣として駆除の対象とされ、各地で狼狩りが盛んに行われていた。具体的な報告としてもう少し後の時代になるが、生物調査局の報告書によると、ニューメキシコ州だけで狼による家畜の年間損失が全体の3%と見積もられ、1頭だけで6、過月間に150頭の牛を殺した狼の報告もあり、近隣の他の州も似たり、 よったりの報告があり、生物調査局は、このような破壊的な狼出現の報告があると、腕の立つ漁師を駆除に派遣していた。1896年、ニューヨークに移住したシートンは雑誌に、狼オーロボを発表し、1898年の第一作品集、私の知る野生動物冒頭に収録した。これが大ヒットになり、 シートンの名前は全米で知られるようになった。カナダの博物学者、シートンの元にある日一通の手紙が届く。送り主はアメリカで実業家として成功し、ニューメキシコ州で牧場経営をしている知人だった。手紙を読むと彼が経営している牧場がある地域では、近年家畜が狼に殺される事件が多発しており、動物の生態に関して、 豊富な知識を持つシートンの助けを借りたいのだという。本来なら、狼狩りを専門に行うウルフハンターに依頼するはずが、なぜ学者である自分に助けを求めるのかという疑問を抱きながらも、シートンは牧場があるニューメキシコへシュート向かった。ニューメキシコ州の北東部に位置するカランポーに到着したシートンは、現地の人々から、 魔物と呼ばれ、恐れられる年を経た狼ロボの存在を知らされる。ロボはがっしりとした体格の巨大な狼で、自分の2倍以上もある体重の牛を引きずり倒す、体力と悪魔が知恵を授けたとさえ称される知性を持ち合わせていた。今までにも何人もの牧場主やハンターたちが、ロボに挑んだが、ロボは銃を持った人間の前には決して姿を見せず、トラバサミや毒の餌、 猟犬を使った追跡などの罠や策はすべて見破られてトロに終わり、過去5年間で合計2000頭以上の牛と数多くの羊がロボの群れによって殺されたという。ここまで人間を翻弄し続けるロボに万策尽きたカランポーの人々は、これまで数々の狼の群れを退治してきたシートンに白羽の矢を建てたのだった。依頼を受けたシートンはロボの群れの追跡を開始した。 ロボ自身も含めて6頭ほどの小さな群れでありながら群れを構成する狼たちはいずれも普通の狼より大きく強力な精鋭揃いであり、整然とした統率に裏付けされた鮮やかな狩りを見せるロボの驚異的な賢さにシートンは驚嘆する。シートンはあらん限りの知恵を絞りロボを捉えようとするが、いかなる巧妙な仕掛けも通用せず、 ロボの群れは人間をあざけ笑うかのように罠をかいくぐっていた。しかし、追跡開始から3ヶ月が経った頃、シートンはロボの群れの足跡を見て奇妙なことに気づく。狼のリーダーは普通、他の狼が自分の前を歩くことを決して許さないのに、ロボは特定の一頭だけ例外的に自分の前を歩くことを許しているのであった。その狼はロボの群れの中で、 唯一のメスであり真っ白な毛色のブランカと呼ばれる狼であった。ブランカはおそらくロボの妻であろうと地元の住民たちは噂しており、このブランカを捕まえておとりにすればロボを捕獲できるのではないかと考えたシートンは捕獲の対象をひとまずロボからブランカへと変更。間もなくブランカは罠にかかり、投げ縄で考察された。最愛の妻であるブランカを奪われたロボは、 冷静さを失い、シートンが仕掛けた罠に囚われる。ブランカを殺され、鎖に繋がれたロボは、かつての荒々しさを失いつつも、与えられた食べ物や水を一切口にしないまま誇り、高く死んでいった。その様子を見届けたシートンは、ロボの亡骸を、ブランカの亡骸の傍らに置いてやった。シートン P207、シートン P178、狼王ロボ同心者。 今泉義春役、解説、2010年、ISBN 978から4から494009909。解説翻訳、今泉義春出版副音館書店、カランポーの狼オーロボ89ページシートン P119。現在では、アメリカさんもユーラシアさんも、同種で、分ける場合は唯一テキサス周辺に生息する。 赤狼だけ別種とするのが定説。シートン P78 から79.85225、約中1.23シートンが同じところで捕まえた、別のネブラスカ狼のオスたちのうち、大きいとしているのが、肩高 686mm、体重 46.3kg で、他に肩高は記されてないものが、体重 40.8kg と、 体重 35.4kg だったので、これらに比べるとロボはかなり大きいがあくまで、この地域基準での話で、シートンが知る限りでもノースダコタ州でさらに、大きい体重 76.2kg の個体が1902年に捕獲された話がある。P85.209 から211。ありがとうございます。